有楽町駅駅前をご通行中の皆様、こんにちは。こちらは公明党でございます。本日は恒例となりました有楽町駅前での街頭演説会を催したいと考えております。皆様には大きなマイクで大変お騒がせをいたしますけれども、しばらくの間ご静聴ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日お話をさせていただくのは、私公明党参議院議員の宮崎勝、そしてその後に公明党参議院幹事長谷合正明参議院議員よりお訴えをさせていただきます。どうかよろしくお願いを申し上げます。最初に私の方から今国会で成立をさせていただきました子ども・子育て支援法についてご報告を申し上げたいと思います。皆様ご存知の通り、我が国は人口減少、少子化、これが危機的な状況にあることは報道等でご存知の通りと思います。このトレンドを変えていくには2030年までがラストチャンスであると、こういう認識をしているところでございます。こうした中、公明党は一昨年2022年の11月に子育て応援トータルプランというものを発表させていただきました。結婚から妊娠、出産、子育て、そして教育と独り立ちできるまでをトータルにご支援をしていく、こういう考えのもとに発表させていただいたところでございます。このプランが政府の子ども未来戦略、そして今回の法案である子ども・子育て支援法に大きく反映をされたところでございます。この子ども・子育て支援法、3つの柱から成り立っております。1つは経済的支援の充実でございます。公明党が創立から訴えてまいりました児童手当制度、これを今回大幅に拡充をさせていただきます。所得制限を撤廃し、これまで15歳までだった支給年齢を高校3年生まで拡大をし、また子どもが3人以上いる世帯については、第3番目のお子様に対してはこれまでの1万5000円を、3万円に支給を拡大をする、こういう内容がございます。またこれまでも行われてきました妊娠時に5万円、出産時に5万円の経済的支援に合わせて、伴走型の相談支援を実施する妊婦のための支援給付、こうしたことも制度化をされることになっております。また今回の法律とはには盛り込まれておりませんけれども、高等教育等の無償化の支援ということにつきましても、これまでは370万円以下の世帯ということが主に対象になってまいりましたけれども、公明党はこれを中間所得世帯までも拡大すべきだということを訴えさせていただいて、今年度から600万円を目安にこうした高等教育の無償化ということが行われることになります。また来年度からは多子世帯を対象に、子どもが3人いる以上世帯を対象にして、高等教育の無償化ということが行われることになっております。これが経済的支援の大きな柱でございますが、さらに2番目の柱としては、すべての子ども・子育て世代の支援をしていくということでございます。これまで3歳未満のお子様がいる世帯については、それほど支援が行き届いていなかった、こうした現状がございましたけれども、新たに、子ども誰でも通園制度ということで、こうした3歳未満のお子様がいる世帯を対象に、親の就労、親が働いているかどうか関係なく、月のうち一定時間を子どもを幼稚園や保育園等に預けることができる、こうした子ども誰でも通園制度ということも今後スタートすることになっております。さらに共子育て、共働き、共育ての推進ということにつきましてもですね、男性の育児休業取得率、これは17% にとどまっておりますけれども、これを80% 以上に引き上げていこうという目標のもとで、例えばですね、育児休業給付につきましても、出産後一定期間夫婦で育児休業を取得した場合は給付率を実質10割に引き上げると、こういうことも盛り込まれておりますし、また
育児のための短時間労働をした場合は、時短勤務をした場合は、そのための時短給付ということも盛り込まれることになっております。またさらに、自営業者またフリーランスの方々、こうした方々が育児に携わる必要がある場合に対して、国民年金の保険料を一定期間免除すると、こういう仕組みも今回盛り込まれたところでございます。こうした子ども子育て支援法が成立したことによりまして、日本の子育て支援策は先進国トップクラスにあるスウェーデン並みになるということが言われているところでございます。一方、この支援策を充実をするためには 3.6 兆円余りの予算が必要になります。このうち 2.6 兆円は規定予算、これまである予算を活用するであるとか、あるいは歳出削減で賄っていくということでありますけれども、残された1兆円については支援金制度というものを設けて、国民全体、また経済主体全体でこれを支えていくと、こういう仕組みを導入することになりました。これは医療保険制度、ほぼ全ての方々が加入している医療保険制度を活用して、そして広く薄く負担をお願いするということになっております。令和8年度から導入を開始をして、段階的に支援をしていく中で、令和10年度から本格実施をされるということであります。その令和10年度の時点で医療保険加入者1人当たり大体450円ということが平均で言われておりますけれども、これも加入している医療保険制度や、また年収によってそれぞれ支援策、この支援金の額が変わってくるということでございますけれども、ぜひこれはご理解をいただければというふうに思っております。社会全体で子育てを応援をしていくと、これによって将来の社会保障制度の持続可能性をしっかりと高めていくことにも効果があるというふうに認識をしておりますので、ぜひご理解をいただければというふうに思っております。公明党は子ども真ん中社会の実現、またどんな家庭人であったとしても希望を持って子育てができる、そういう社会の実現のために、これからもしっかりと子育て支援に取り組んでいくことをお誓い申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。大変にありがとうございました。続きまして、公明党参議院幹事長谷合正明参議院議員よりお訴えをさせていただきます。ただいまご紹介をいただきました公明党参議院議員、今公明党参議院幹事長を務めております谷合正明です。ご通勤中の皆様、大きな声でお騒がせいたしますが、今しばらくのほど、ご理解ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。さて、先ほどは同僚の宮崎参議院議員から、子育て支援についての、報告がございました。私の方からは、今国会最終盤ですが、最重要課題となっております政治資金規正法の改正議論、この報告をしたいと思います。今週から議論の舞台が衆議院から参議院に移ってまいりました。今日も先ほどまでですね、参議院の政治改革特別委員会で議論が続いていたところでございまして、私も政治改革特別委員会の公明党の理事として現場で議論に参加し、今この場に直行したところでございます。この政治資金規正法でありますけれども、若干簡単に振り返りますと、先月5月31日に自公の党首会談が行われました。岸田首相から山口代表にですね、2点再修正の用意があるということでありました。一つは、従前から公明党が訴えてきた主張の中で、最終盤まで自由民主党と、この協議が折り合わなかった部分、この2点があるんですが、そのうちの一つが、政治資金パーティーの
チケットの購入者の氏名のですね、この公表基準、まあ、これ現行では20万円超えた場合にですね、この氏名の公表基準というのが課せられるわけでありますが、まあ、これを、まあ、公明党は、まあ、5万円に引き下げていくべきではないかという主張をしておりました。その党首会談の直前までは自由民主党としてはこれは、まあ、10万円までならという話でございましたが、5月31日の党首会談において自由民主党としてもこの幅広い与野党の合意を作っていくために5万円超に引き下げていきたいというお話で、もう一つはいわゆる政策活動費、これは政党から国会議員本人に支払われる、しかしながらこの議員がですね何に使ったのかということがこの使途が明確にされていなかった、まあ、いわゆるこの不透明なお金とされておりましたこの政策活動費につきまして、これをチェックする第三者機関を設置をするという修正の提案がございました。まあ、この2つを受けまして公明党といたしましても政治改革対策本部において議論を行いました。まあ、この2つについては私たちの主張が盛り込まれているということ、さらには私たちの主張のみならず今回岸田首相が野党の意見も含めた幅広いこの修正を提案してきたと、この2つを評価いたしまして私たちは具体的にではこの20万円から5万円超に公開基準引き下げた時のその施行日、こうしたことも細かいところを確認した上で衆議院の採決の段階で私たちは修正案に賛成するということを決めたということであります。その修正案は自由民主党また公明党日本維新の会の与野党賛成多数で参議院に送られて今審議中だということであります。まあ、振り返りますと今年1月の18日に公明党はどの党よりも先駆けて政治改革ビジョンというものを公表いたしました。このビジョンの中で政治資金規正法をどう改正すべきなのか、この改正することによって昨年末以来ずっと議論になっております、いわゆるこの裏金問題、これを再発防止していく実効性ある取り組みにしていくためのそういう改革ビジョンを発表し、中でもこの政治資金規正法を改正していくという具体的なビジョンを発表したところであります。今回衆議院で可決された政治資金規正法の改正案というものはそのベースとなっているものは公明党が1月に取りまとめて発表した政治改革ビジョンであるということは皆様にお伝えしたいと思います。その上で最終盤の衆議院の修正協議与野党協議の行われている最中でありますけれども、一部報道で公明党が、自民主党のと妥協してですね、例えば私たちの主張を、取り下げて、3年後の見直し規定において例えばこの公開基準を10万円にとどめるということで妥協するということを、決めたかのような、報道がございましたが、そうした事実は一切ないということも皆様にお伝えしたいと思います。私たちは終始一貫政治改革に取り組んできた、それが公明党であるということであります。今回の、政治資金規正法のこの改正案のベースというものが、公明党の提案であるということは皆様にお伝えさせていただきますが、その中で特に公明党は果たしてきたのは私たちの意見のみならず、野党の意見も、取り入れる、そういう与野党協議をしっかりと呼びかけてきたということであります。こうしたことにおいて今回幅広い合意が当初の自由民主党案に比べますとできたというふうに思っております。改正法案、今の現行法と改正法案比べたときに何が一番変わるのか、改革のポイントは何かということをお伝えしたいと思います。どうしても、
この国会の議論、テレビで映し出される議論というのはこの異なる部分だけが注目されますけども、やはり大事なことはこのよく言われますが、国会議員のこの監督責任、この責任強化というものが、罰則強化というものがしっかりと盛り込まれているということであります。今回政治倫理審査会と衆議院参議院で行われましたけども、結果的にはですね、議員が、どうしてこの不記載の問題が起きたのかということをわからない、秘書が行った、自分は知らぬ存ぜぬということでありましたけども、今回、改正法案の中に議員の監督責任というものをしっかりと盛り込むことができました。これによってですね、知らぬ存ぜぬ、秘書が行ったという言い訳、これはもう通用しないということであります。これが改革の一番のポイントだと私は思っております。もう一つのポイントは透明性の強化ということでございます。政治資金規正法をリードしていくとに、公明党というのは清潔クリーンな政党であります。であるからこそですね、例えば政治資金パーティーの資金管理の問題でありますとか、いわゆる政策活動費の問題に対してしっかりとものを申してきたということでございます。こうした透明性を確保するものを今回しっかりと措置をしたということを申し上げたいというふうに思います。さて、この参議院に送られてまいりましたけども、今議論になっておりますのは政策活動費のこのチェックをする第三者機関の在り方でありますとか、あるいはこの領収書をですね、政治資金規正法に基づく収支報告書を提出してから10年後に公開するという政策活動費の部分についてです。この部分について具体的にどうなのかということが今国会で議論されているところであります。公明党というのは、いわゆる政策活動費というのはこれまで政党から、私含めて宮崎さん含めて国会議員に支給するということは一切行っておりません。また今後もそうすることはありませんし、その必要性は感じておりません。しかしながら、どうしても公開ができない、馴染まないものがあるんだという議論が出てまいりまして、そこで自由民主党と維新、日本維新の会の中で、この10年後の領収書の公開ということが2党の中で合意をされてきたということであります。しかしながら、私ども公明党はですね、大事なことは毎年毎年この政策活動費がどのように適正に使われているのかということをしっかりチェックできる体制がまずもって大事ではないかと考えているわけでありまして、そこで第三者機関を創設する、設置するということを今回盛り込ませていただきました。この設置を検討するではなくて、第三者機関を設置するということで、最終版の事項の修正合意となったところであります。今国会の中で決まっておりますことは、政策活動費をチェックする第三者機関、この第三者機関については設置をする、さらにはこの政治資金全体のですね、チェックをする、監視をするのがこの第三者機関になりますが、とりわけブラックボックスと言われているいわゆる政策活動費を監査する、その役割がこの機関にあるということであります。でさらに決まっていることは、今回議員立法でありますから、具体的な措置は政府がというよりは、まず議員が、各党会派が協議して政治主導でまずは道筋を示していくということまで、ここまでは国会のやり取りの中で決まっているところであります。しかしながら、この第三者機関をいつ設置するのか、どこに設置するのか、またその権限はどうするのかということについては、これは今後具体的に検討していくということになっております。一方、私ども公明党といたしましては、今回の政治資金規正法の、施行日というものは、大方の施行日がですね、令和8年1月1日でございますので、当然この令和8年1月1日までには、この検討事項となっているもののほとんどはここに、しっかりと間に合わせていく必要があるんだということを訴えております。とりわけ第三者機関については大変重要な機関でありますから、この令和8年の1月1日までに設置をしていくということ、これを求めているわけであります。一方、この参議院の審議でもですね、なかなか
その設置時期については明確な答えが返ってきてない、まあ、早期に設置するということは書いておりますが、ということで状態であります。また権限についてもですね、例えば立ち入り検査を行うことができるのかとか、あるいは勧告の権限があるのかとか、まあ、そのような権限の幅、それから設置場所も、国会立法府に置くのか、まあ、あるいは行政府に置くのか、まあ、こうしたことも論点だというふうに言われておりますが、私どもは今回の第三者機関の、性質を考えたときに、国民の皆様に今回の政治資金規正法をこう改正することで透明性が向上するとご納得していただくためにも、この政治第三者機関の権限というのは、まあ、広い権限を付与していくということが方向性としてはあるんだというふうに思っております。この参議院の審議は衆議院での修正合意を受けて議論されているわけでありますが、衆議院の足らざるをしっかりと議論していくのが参議院でありますし、参議院は衆議院のカーボンコピーではございません。しっかり法案提出者やまた政府の皆様方からは、この第三者機関の具体的なイメージについてもっと国民の皆様にご納得できるような答弁を求めたいというふうに私どもは思っております。私たち公明党はこの国会の中で、この国会6月23日が会期末でありますが、必ずこの政治資金規正法を成立させていきます。この政治資金規正法が成立しなければ今の現行法となってしまうわけでありますが、なってしまいます。それこそ決められない政治ということになってまいりますので、私たちはしっかりとこの政治資金規正法を決着をつけたいと思っております。ただこれは国会が終わった後もですね、制度設計を具体化していく必要がありますから、この制度設計については公明党はこれまでも政治改革をリードしてきたと申し上げましたけども、これからもしっかりこの制度設計についてもリードしていくということを皆様にお誓い申し上げたいと思います。会期末6月23日まで政府提出の法案もまだまだ残されているところであります。参議院の役割をしっかりと果たしてまいりたいと思っております。また国会の仕事、政治家の仕事というのは政治資金の規正法の改正のみならず、経済、また先ほど宮崎議員が訴えられました子育て支援、こうした多岐にわたる課題にしっかりと向き合って課題を解決していく必要がございます。そのためにもですね、しっかり私たちは仕事をさせていただきたい。特に物価を上回るこの賃上げということが今極めて生活、まあ、経済の中でも大きな課題となっております。一人またご家庭の家計の可処分所得をしっかりと向上していく、これが何よりも大事であります。中小企業の賃上げ、これが促進できる環境をどう作っていくのか、さらには今月6月には定額減税が実行されますが、この定額減税も可処分所得を下支えする大切な役割があると私たちは思っております。参議院の決算委員会でも質疑をいたしましたけれども、こうした定額減税をはじめとしたこの経済対策をしっかりと効果検証を行って、必要とあれば追加的な支援策をしっかりと検討していく、まあ、このことも公明党として求めたいと思います。さらに経済という問題で言いますと、昨日おとつい経団連がですね、政府に対して選択的夫婦別姓、これをしっかりと導入すべきだという、まあ、異例と言われておりますけれども、提言をされたところでございます。この選択的夫婦別姓については、もう公明党は従来からこれは導入すべきだということは訴えております。政府も1998年には法制審でこの選択的夫婦別姓の導入の案というものを出したわけであります。しかしながら今日までこの選択的夫婦別姓は実現していない状況でございます。これは選択的夫婦別姓、今日本は同棲をしていかなければならないわけでありますが、女性の 95% の 95% はこの女性が姓を変えるというのが現実であります。またこの同棲を義務付けしている国も世界中で日本だけとも言われております。そうした中で今回経団連が申し上げられたのは、ビジネスを考えていく上でも
日本あるいは国際社会とのいろいろなこのビジネスを考えていく、上でも選択的夫婦別姓というのはこれは待ったなしの課題であるということだと思っております。私たちもその考えをいつにするものでございますので、政府においてはこの選択的夫婦別姓の導入に向けたこの積極的な検討を求めたいと最後に訴えて、私からの街頭での訴えとさせていただきます。有楽町駅前の皆様、長い時間大声でお騒がせいたしましたけれども、ご清聴大変にありがとうございました。ただいまの訴えは公明党参議院幹事長谷合正明参議院議員でございました。大変にありがとうございました。公明党はこれからも清潔な政治の実現、国民から信頼される政治の実現のために全力を挙げていくことを誓い申し上げ、本日の街頭演説会を終わらせていただきます。長い間ご清聴いただき大変にありがとうございました。大変お騒がせしました。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。